ミュージックエモーション。はい、こんにちは、Pさんです。皆さんお待たせいたしました。てなわけでですね、出張前なのにね、のんきにね、ラジオ番組撮らせていただいておりますけど、今回ねメッセージいただくまでのこの期間がめちゃくちゃ短かったのに、たくさんメッセージいただきありがとうございます。皆さんご迷惑かけてすいません。ということでメッセージも読ませていただくんですけど、その前にですね、今ねやっぱり忙しくて、忙しいって言ったらあれですけど、流れがね非常に良くなって、それこそコロナ禍明けみたいなの反動があると思うんですけど、僕も田本さんもね今飛び回っております。皆さんはねどうお過ごしなのかなとちょっと気になるんですけどね。景気、皆さんどうですか景気。いいのか悪いのか、それとも現状維持なのか、ちょっと気になるのでね、そのあたりもね教えていただけたらなと思いますけどね。この間ね、半年ぐらいプレゼンしたり、いろいろアドバイスしてあげていた会社がありまして、で予算案とかね、全て通りまして、でいざね制作だと、スタートするぞと、もう予算もね決まってるから、もう結構大きな予算だなと、気合い入れてかかるぞとね、この半年間いっぱい準備してきたからやるぞと思って打ち合わせに行ったんですよ、ちょっとね遠くまで。そしたらなんとですね、入札っていうかな、そのクライアントさんがねちょっとその予定していた仕事が抽選から漏れてしまったと、2件ほどね、で急にね予算がなくなったんで、ちょっとこの案件は凍結でみたいなのを言われたんですけど、そういうこともあるんだなとね、大どんでん返しというかね、だから半年分のお仕事、0円ですね、プライスレスですね。ただやっぱりいろんな勉強になったし、僕にとってもすごいねプラスにはなったんでね、そういうこともねやっぱり前向きにね捉えていくと、全部ね次につながるというかね、嫌な気持ちにならないと。ただもしそういうことであれば、制作ミーティングじゃなくて、電話でね、普通に伝えてもらえたら行くこともなかったなと思いましたけどね。そんなね、こんなでね、メッセージの方を行かせていただきたいなと思います。まずはね、ともこさんからですね。Pさん。はい、Pさんです。今日はなんだか気持ちが下がってたけど、あら、どうしちゃったんですか？聞き直したこのラジオで前を向かせてもらったよ。あ、ありがとうございます。そう言ってもらえるとね、僕も前向けますんでね。いつもね、後ろ、いや、下を向いてね、仕事してますから、どっちかっていうとね、下向いてね、下ばっかり見てますからね。やっぱ前向きたいですよ。Pさん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。夜勤頑張ってくるね、ということでね。ともこさん、夜勤はそこそこ頑張ってくださいね。頑張りすぎちゃダメですから。真面目な性格なのでね、ともこさんはね。たまにはね、ちょっと息抜きがてらね。やりましょう。ということで皆さんね、元気になるこの曲からいきましょう。聞いてください、夜なのにこの曲みたいな、ドクター指で歯磨きの歌。みんなのそのエレガントでビューティーな白い歯、エブリデイ守っていくよ。朝起きたらまず何しましょう、歯磨きシュッシュ、お口の中のバイキンだバイバイしましょう、おやつを食べたその後何しましょう、歯磨きシュッシュ、悪者バイキンなんて大嫌い、朝ごはんお昼ごはん晩ごはん、ママが作ってくれた手料理だけど食べてばっかで放っておくと、お口の中に虫歯バイキン磨くよ。ゴシ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 シュ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 、綺麗になったかな、もっとゴシ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 シュ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 、もっともっと綺麗に、さあゴシ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 シュ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 、まだまだ汚れてる、もっとゴシ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 シュ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 、綺麗になりました、最後はぐじゅぐじゅべ、おやすみなさいのその前何しましょう、歯磨きシュシュ、
Yeah! 一日溜まったバイキンたちとバイバイしましょう。上の歯下の歯残ってないかしら、歯磨きしましょう。虫歯になんかなるもんか。ケーキ、チョコレート、アイスクリーム、パパが買ってきてくれたお土産だけど食べたままで放っておくとお口の中がバイキンだらけ。いらーん、磨くよ。ゴシ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 シュッ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 、綺麗になったかな。もっとゴシ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 シュッ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 、もっともっと綺麗に。さあゴシ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 シュッ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 、まだまだ汚れてる。もっとゴシ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 シュッ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 、綺麗になりました。最後はガラガラペ、Here we go! ゴシ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 シュッ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 、綺麗になったかな。もっとゴシ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 シュッ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 、もっともっと綺麗に。さあゴシ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 シュッ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 、まだまだ汚れてる。もっとゴシ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 シュッ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 、綺麗になりました。最後はグチュグチュペ、最後はガラガラペ。はい、聞いていただきました。ドクター指で歯磨きの歌でした。皆さん歯磨きして寝ましょう。さあさあさあ、寝る前にね、まあ、この番組続きますから。次、イックさんからのメッセージいただきました。 P さんこんばんは、んこそば。ミュージックエモーションのイベントの思い出を色濃く思い出させてくれるお三方、吉永拓海さん、田本直弘さん、魂田ユーフィーさんの曲が流れましたね。楽しかったな。またお会いできる日が来ますように。来ます、必ず来ます。青い鳥コンサート、鳥取の風物詩なんですよ。毎年ね、この鳥取市青い鳥コンサートがあって、あ、夏が来たわみたいなね、地元の人のなんだろうね、夏を彩る風物詩、音楽フェス、これがないとね、なんかね、鳥取市じゃないよね、言い過ぎだけど、ぐらい皆さんに愛されてるこのイベントなんですよ。そんなイベントにもしかして出るかもしれないというだけでワクワクしてます。実はね、それ以外でもイベントは紹介してますんで、まだね、あの核は出てない、確定はね、うん、でもね、いろいろイベントは紹介しているので、この関西方面、まあ、それこそね、兵庫もね、ライブ増えるんじゃないかなと思います。それも気になるし、新たな情報、吉永さんとユーフィーさんで何やら企画されてるかもというのもすごく気になります。僕も気になります。このラジオのイベントで知り合ったお二人からまた何かが生まれるというのがすごいことですよね。ほんとそれですよ。ラジオからね、リアルイベントで、リアルイベントであって、でそこでつながってまた新しい何かが生まれるというね、コラボもあるかもしれないしね、コラボ楽曲も、それこそ僕とユーフィー君のようなね、何があるか分かりません。続報を楽しみ待っていようと思います。ぜひね、これからのね、情報を待っていただきたいんですけど、まあ、僕からもいろいろ情報ありますんでね、この番組でどんどんね、情報発信していけたらなと思います。ということで、ここでまたね、元気の出る曲流しましょうかね。それでは聴いてください、藤本宝でボイス。
はい、聞いていただきました。藤本宝でボイスでした。今ね、朝の番組撮り終わってすぐ夜のこの番組撮ってるんですけど、朝の番組もうね、今納品しながらね撮っております。もう結構ね、時間が最近ねカツカツなんですよね、なぜかね。皆さんどうですか？皆さんの方が逆に時間の使い方上手なんじゃないかなと僕思うんですよね。ね、いろんなライブに行って、いや、うまい、時間の使い方うまいな、作り方うまいなと思いますね、やっぱりね。ちょっと僕もね、見習いたいなと思いますけど。次は、トモさんからですね。P さん、ユーフィーのものがね、少し似てきましたね。いやー、そりゃそうですよ。研究してますし。あとね、その、イベント紹介していますから、今ね、ユーフィーくんに。なので、電話もね、ちょくちょくするので、その時でね、その時その時に、こう、ユーフィーくんの声をね、コピーしておりますんでね。まあ、最終的にはね、僕、ユーフィーくんの完コピして、僕一人なのに、ユーフィーくんもゲストで出てるみたいなね。僕一人で、ユーフィーくん役と僕役、P さん役をね、両方ともやっちゃいたいなと思ってますのでね、皆さんそれもね、苦笑しながら聞いてください。はい。ということでね、ちょっともう一曲流そうかなと思うんですけど、まあ、次回ね、ミュージックエモーションっていうね、イベントやるなら、ちょっと呼びたいなっていうね、久々にね、会いたいな、今何してるんだろうな、元気かなっていうこともね、含めてね、この曲流してみたいなと思います。聞いてください。谷口みどりでプログレス。そうで
い、聞いていただきました。谷口みどりでプログレスでした。まあ、元気にやってるかな、気になるよね。またね、ちょっと東京出張の時にね、会いたいなと思います。会いたい人多いな。ということでね、今ね、いろいろ出張とかも多いし、まあ、県内、県外、で、メディアワークが多いんですけど、テレビ、ラジオ、番組制作、これのね、今収録してるんですけど、明日、県外の番組収録して、で、その次は CM の制作と、あと、企業のサウンドロゴ。で、その次はゲームの音楽の制作のミーティングが入ってて、で、その次はまた CM とテレビ番組、別の曲の制作が入ったりとか、もう毎日ね、ずっと、もうなんか、すし詰め状態なんですけど、まあ、僕のツイッター見てる人は知ってるかもしれないんですけど、女性シンガーをね募集とかしてるじゃないですか。で、結構ね、現役でねアーティストやってます、アイドルやってますっていう人から、前やってバンドやってたんですよとか、あと今 VTuber やってるんですよとか、今 VTuber っていうのもすごい今風だよねみたいな人とか、いろんなね人からDM いただいて、で、おそらくこの放送日には、まあ、いくつかね案件決まってると思うので、そのツイッターでね知り合って、で、仕事になってって作品になっていくみたいな、実際に曲になっていくみたいなね、このねスピード感っていうか、なんかダイレクト感、会ったこともないのに、知らない人なのに、すごい便利な世の中になったよねっていうか、不思議な感じですよね。それこそミュージシャンでもない人にね、依頼するパターンもあると思いますし、まあ、現役で前ミュージシャンやってて現役ではやってないんだけどみたいな人にね頼んだりとかもあるだろうしね。いやでもそういう人たちもみんな実はそのチャンスがあったら歌ってみたいなとか、テレビから自分の歌ってる曲流れたら嬉しいなとか、いろんな思いがあるんだなと思いますね。まあでもこれがきっかけでもしかしたらバズるかもしれないし、自分の活動とかこれからの、まあ大きく言ったら人生経験かな、人生の何かに役に立ってもらえたらね、僕も嬉しいし応援したいなっていう思いでね、どんどん仕事を決めたいなと思いますんでね。はい、ということで、最後メッセージいきましょうかね。ミカさんからですね。 P さん、こんにちは。ラジオを聞いたのはユーヒーさんがスタディオライブ配信が終わって体験したことのないライブで、テンションが冷めずなかなか寝れずいました。もう興奮して冷めやらぬ感じだね。この日も私の推しのユビ先生、ユーヒーくん、そして米子で初めて見た吉永さんで、またまた3月のライブを思い出しましたよ。それだけ自分が楽しめたライブだったと再確認。ラジオで聞くお祭りやライブめちゃ気になっていけるかななんて考えちゃってる私です。もしかしたら僕もねついていくかもしれません。兵庫のお友達とユーヒーくんの姫路ワンマン行く計画も、これねワンマンライブの前にね何かイベントね入ると思いますよ。他のライブやイベントもお話ししてみようかなと。 P さんも熱中症には気をつけてくださいね、ということでね。はい、そんなねユーヒーくんのね気になる新曲やっと来ましたよ。ちょっとラジオ番組収録なので少しね、遅れましたけども、ぜひねこのねお届けしたい曲ありまして、まあ皆さんねもしかしたら知ってる方もいるかもしれません。配信で聞いたよとかいるかもしれませんけどね、聞いてください。魂田ユーヒーの新曲です。 I love you。 君だけに送るメロディー、君にしか聞こえない、そんな歌があるのなら僕はそれを探すんだ。見つけることできなくて存在するかもわからない、なのにきっと僕は諦めない。
仕草も全部好きなんだ。なぜか変わらない景色、そうさ見つからないのなら自分の愛で作り出そう。 I love you だけでこの声が枯れてしまえば、メロディーを君の胸に何度だって愛してるの言葉を送り続けるよ。曇り空雨模様、晴れが来るまで手をつなごう。雨が降り出しても構わない、喜びも幸せも苦しみも悲しみも君ときっと乗り越えてゆこう。君と二人で歩いてゆく、探していたものも、それは求めるものじゃない自分の愛で作るもの。 I love you さえも足りないくらいの歌で繋がれた両手も離さない、そしてまたキスをしようよ。初めて恋をしたねえ聞いてほしい話がある。多分たわいないことで溢れてるけど、何があるかわからないから、愛せる愛せる愛せるの言葉を君だけのメロディーに乗せて永遠に送るよ。I love you だけでこの声が枯れてしまえば、メロディーを君の胸に何度だって愛してるの言葉を送り続けるよ。 I love you さえも足りないくらいの歌で繋がれた両手も離さない、そしてまたキスをしよう。初めて恋をした。 I love you だけで、 I love you さえも愛してる。君だけに送るメロディー。はい、聞いていただきました。魂田ユーフィーで新曲 I Love You でした。ユーフィーくんね、新曲ペース結構早いからね、でこの番組のいいところは、もう自分で言っちゃうけど、フルで流れるとこなんですよね。だいたいね、まあ、ワンハーフとかワンコーラスとかね、で終わっちゃうと思うんですけど、普通番組だとね。この番組はね、もう容赦なくフルコーラスでね、フルバージョンで流しちゃうということでね、今日はね4曲詰め込みました。寿司詰め状態です。てなわけでですね、皆さんのコメントね、ぜひともお待ちしております。夏バテ対策もね教えてほしいし、最近ねどうなんですか、皆さん景気の方、皆さんのね周りの景気などぜひ教えていただけたらなと思います。またねこの番組でねいろんな情報を発信していきますんでね、ぜひ楽しみに待っていてください。そして待ちに待った DVD ブルーレイ
はい、そろそろねもう告知をしたいなと思っておりますので、ぜひそちらの方もねチェックよろしくお願いします。ということで今回はすし詰め B さんでした。それでは皆さんまた来週、夏バテに気をつけましょう。じゃあね。